バトルギア兄弟、バトルギアは1999年から台頭が制作しているアーケードレースゲームのシリーズである。通称、バトギ、BG。同社のレースゲームサイドバイサイドシリーズの流れを受け継いでおり、1999年3月に第一作目が発売された。このコーデは、バトルギアの前身であるサイドバイサイドシリーズについても述べる。 各コースには全身であるサイドバイサイドシリーズと同様に別名が付与されている。この要素はバトルギアシリーズでは今作のみ。以下3つのコースは車決定時にビューチェンジボタンを押しながら決定すると選択できる。バトルギア2にも登場するが上記の通常コースとは異なりでフォルトで選択可能となっている。登場車種は 国産スポーツモデルで構成されており、ほぼすべての車種で、マフラーやホイールの交換、ローダウン、エアロパーツの装着といった、外見上のチューニングが施されている。カラー変更で、ホイールの色やホロの色、エアロパーツが変化することもある。社名後の括弧内の形式表記は、ゲーム中のランキング画面での表示に準ずる。 そのため一部車種の形式表記が実際と異なるものもある。260馬力以上の車が対象。200から255馬力の車が対象。200馬力以下の車が対象。車メーカー選択時にトヨタに合わせてビューチェンジを押しながらトヨタを選択すると通常車種に変わって選択できる。トレノメカチューン及びレビンターボチューンは A クラス。 AE85 は C クラスとなっている。コンピューターカーと対戦できるモード。ちょうど級で1位になるとゲームオーバー後のリプレイでエンディングが流れる。ただし相当な実力を要す。筐体内に保存されたゴーストとタイムを競い合うモード。HDD 内にコースごとに保存してあり、延べ対戦者数、ネーム、ラップタイムが保存されている。ゴーストに勝てば、 その時のデータが記録される。今作の時点では、スタート時に表示される、ゴーストの情報は、ネームと連勝数が英語で表示されていた。2では日本語表記となり、新たに更新日時や、ラップタイムも表示されるように改善されている。最大4人まで、対戦可能なマルチプレイ専用モード。ノーマルレース時にかかる後続者のブーストがかからないため、実力と、 テクニックが要求される。サイドバイサイドシリーズ一作目。使用基盤は、電車で Go と同じ JC システム。この頃は、収録車種計8車種と非常に少なく、参入メーカーも、トヨタ自動車、日産自動車、ホンダ、マツダの4車だけであった一方で、メーター類や挙動は、忠実に再現されている。収録コースは、日本の行動をモデルにした周回コース4つで、 それぞれ式がテーマになっている。シリーズ二作目。新たに三菱自動車、スバルの車を収録。隠しコースとして、春名さんを再現したシリーズ初の一本堂コースの登場、CPU カーを排除し、タイムアタックに特化した真剣勝負モードと、単なるレースゲームではない、後のバトルギアにつながる作品になっている。後に、 AT のシフトポイント変更等のバランス調整やコマンド入力による逆走とゲームオーバー後に任意に視点変更できるリプレイ機能の追加が行われたバージョンアップ版 RR が発売された。前作サイドバイサイド筐体からのコンバージョンキットが存在した。同様に RR も無印にからの基盤コンバージョンとしてもリリースされた。上記2作品をセットで移植した。 家庭用ソフト。家庭用オリジナルコースとして赤木山を再現した一本堂のコース等が新たに収録された。一部の開発スタッフが共通している電車で Go のプレイステーション版に本作の体験版が収録されている。後に連価版のサイドバイサイドスペシャル2000も発売された。サイドバイサイドシリーズの流れを受け継いだ。 バトルギアシリーズ第一作であり、パワー PC 採用基板タイプゼロ第一弾でもある。国内6メーカー21台の車を収録。この作品から車の馬力によるクラス分けが生まれた。タイムアタックモードでは、その筐体に記録されたコースクラス別最速の車のゴーストと競うことができ、そのゴーストに勝利すると、その時のプレイヤーの走行データが、 新しいゴーストとして記録される。筐体は新設計のものを採用。赤と黒を基調にしたカラーリングが施され、ハンドルは大行化し、シートは位置調整が可能なバケットシートタイプとなった。サイドバイサイド筐体からのコンバージョンキットも存在したが、筐体のカラーリングが白とピンクとなっている。スタートおよびハザードボタンがない等の違いがある。 平成仮面ライダーシリーズ第一作の仮面ライダークーガの OP 主題歌でおなじみの田中、正幸が歌い上げるテーマソングが印象的な第二作目。タイムアタックモードはますます競技性に特化。ゴーストデータがいつ更新され何度勝利したか、周回ラップの表示等データが細分化された。この作品ではシリーズ初のフォースバック機能フの筐体や、 小スペース化のために製造された1シート筐体版や、同社のドライブゲーム、スタント台風運用の筐体を使用し、また、PS2 版に収録された追加コースも加わった、バトルギア 2V が発売されたが、どちらも出回った台数は少なく、特に後者は、日本国外販売市場がメインだった上、最初の発売から1年以上経過してからの販売だった。プレイステーション2版の移植は、 アーケード版のスタッフが担当。PS2 のハードパワーを活かした描写距離の延長やロード時間短縮。一部車両のディティールアップや PS2 用モデムを使用したインターネットランキングやゴーストデータのダウンロードと移植にあたって大幅な改良が行われた。第3作目。本作の未開発に外部会社のネクステックが参加し、使用基盤もナムコが開発した。 プレイステーションに互換のシステム246となった。本作からネットワーク機能、ニージズを導入し、データの保存やインターネットランキングに参加できる自動車のキーを模したネットエントリーキーに対応した。筐体は新設計されたツイン筐体のみで、一黒を基調にしたカラーリングにスピーカーを配置小型軽量化されたシートやサイドブレーキ、そして ネットエントリーキー販売機を備えていた。PS2 版の移植もネックステックが担当し、同時期の稼働となったアーケード版、チューンドの一部の要素が収録されていた。初回プレスには、オリジナルカラーの R34GT-R の、トミカとアーケード版で使用できた青色の、ネットエントリーキーが同行されていた。2005年12月26日午前6時に、オンラインサービスが終了した。 第4作目の開発は対等に戻り、使用基盤は自社製の対等タイプ X となった。ニージズやネットエントリーキーの対応はそのままに、マシンの挙動面やサウンド、グラフィックをより一層リアル感を持たせて登場した。無印のマシンの挙動面はシリーズ中最も、リアルゆえに、歴代作で扱いが難しいといった国評も相次いでいた模様。チューンドは、 バトルギアシリーズの最終作で最終進化形態であり、稼働当時のカタログでもそれを強調して発表していた。またシリーズ中最もリアルな挙動をベースに、マシンの挙動面が新しくなった。筐体は無印では3の筐体をベースに赤と黒を基調にしたカラーリングへの変更、1C とか 5.1CH サラウンドスピーカーを装着した。 ロールバーの装備が行われたスタンダード筐体のみが稼働し、チューンドでは32インチワイド液晶に大型スピーカーを装備し、シリーズ唯一のクラッチペダルと6足、H パターンシフトレバーを採用したプロフェッショナル筐体が追加された。また過去作とは違い、無印、チューンドともに家庭用ゲーム機に移植されることはなかった。 2014年3月31日朝6時以降は5年間に及び唯一のニージズ専用カード対応タイトルだった。2019年3月31日23時59分にオンラインサービスが終了した。当時最新基盤であった対等タ,タイプ X2 を使用しチャット機能を備えた10人以上のリアルタイムネット対戦が可能な実写レースゲームとして2009年度中の 稼働が予定され、ロケテストも行われたがそれを最後に動きはなく、後に稼働は中止となり、公式サイトも閉鎖された。あれから9年後、セガのセガワールドドライバーズチャンピオンシップで、事実上の業界初の最大10人、最大10店舗でのリアルタイムネット対戦が、初めて実装された。ありがとうございます。